よう、厚木ななみです。今晩も始まりました。厚木ななみのお休み時間。皆さんいかがお過ごしですか？今日も私、厚木ななみが日曜日の夜のお休み前の時間をゆっくりまったりお話ししながら、皆さんと一緒に過ごしていけたらなというふうに思っています。今日もきっとね、プレミア公開がされていて、今一緒に見てくれてる人もいるのかな？こんばんは。お休み前にね、見てくださっている方もこんばんは。今日の音質はいかがでしょうか？相変わらずお家からお届けしているので、お聞き苦しいところがあるかと思いますが、どうぞ最後までお付き合いください。編集も手作り感満載でお届けしていきますので、どうぞ優しく見守っていてください。さあ、ということで、もうお休み時間もシャープ4ということで1ヶ月が経ちますね。あっという間だな、1ヶ月って。シャープ1の時、初回の時には本当に緊張していて、一人で喋るのもね、なんかだいぶもうお休み前の時間です、すやーぐらいの気持ちで喋れるようになったんですけど、初回は本当に緊張してて、もうね、私は最近何事にも緊張するので、そろそろプロフィール欄の特技に緊張することって書き足した方がいいんじゃないかって思うぐらい、何でもかんでも緊張しいの大切なんですけれども、ようやくね、4回目にして自分のペースになってきましたよ。そしてちょっとね、嬉しいことが私ありまして、何でもない日じゃない嬉しさなんですけど、私、シュガシュガルーンっていう作品が好きだよっていうお話を割とね、たびたびしてきているんですけど、そのシュガシュガルーンのコレクションブックというものが発売されておりまして、ようやく私の手元にやってまいりました、コレクションブックさんが。本当に、だから今日はね、とってもウキウキで、この収録が終わったら読もうって思っているので、私の今日のお休み前はこれを撮って、ちょっとね、そのコレクションブックを読んで、うとうとしたら寝るっていう感じにしようと思います。これをお聞きのあなたもまったりね、自分なりのお休み時間を過ごして、ゆっくり平日に備えて眠れますように。ということで、厚木ななみのお休み時間、今日もゆったりと過ごしていきましょう。厚木ななみのお休み時間。それでは、ふつおたのコーナーです。たくさんのお便り、本当にありがとうございます。こちらのコーナーでは、皆さんからいただいたふつおたをご紹介して、のんびりお答えしていくコーナーになります。早速ですが、ご紹介していきましょう。ランナーネーム、起きる魚さんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃん、ごきげんよう、ごきげんよう。前回の放送で、桜ジェラート踊ってみたの動画についてお話をされていましたが、あの振り付けをあっちゃんが担当していたことを知らなかったので、とてもびっくりしました。事前知識が一切ない状態で、この動画を見て、なんだこの難解だけど柔らかくて綺麗なダンスと思っていたので、本当にすごいです。特に一番のちょっぴり高いお店のところのステップがもう意味わからないくらいすごかったです。もう散々お話しされていると思いますが、私のような新米ランナーにこの振り付けのこだわりポイントを教えてもらえませんか、といただきました。ありがとうございます。そうなんです。実は、動画のね、概要欄に書き忘れてしまったんですけれども、桜ジェラートという楽曲は、私が初めてランガールズランになって振り付けをさせていただいた曲でもありまして、初めて振り付けをするので、すごい悩みましたね、この曲、振りを作るとき。でも、なんて言うんだろう、その振りの発注みたいなのってこういうイメージでみたいなのをいただくんですけど、体型移動をあんまりしないでほしいって言われたので、まず絶対としてそこあんまりメンバーの立ち位置を変えないっていうのを意識したのと、あとはそれぞれのメンバーの良さが出る振り付けになるといいなっていう風に思って、
ぱりメンバーが振りをつけるので一番ね近くにいるからこそ2人の良さを私が一番知ってると思って、モッチーがすごく可愛く入る振り付けだったりとか、はやまるの歌ってる時の表情とか表現の仕方が映えるような振りになるといいなっていうのをとってもとってもね意識してやってみました。あとはまあ私はもともとクラシックバレエとかをやってたので、そのクラシックの動きの良さが出るようにっていうのもちょっと意識したりとか考えてみました。いやー褒めてもらえるとね嬉しいです。ぜひぜひ桜の他にもね振り付けしてる曲があるので、これからもアップできたらいいなと思ってます。楽しみにしててください。では続きまして、ランナーネームギャラッチョさんからいただきました。ありがとうございます。あっちゃんごきげんよう。ごきげんよう。先日あっちゃんの先輩の吉岡真由さんと山下七海さんがやっているラジオを聞いていたのですが、山下七海さんに似ている声優さんは誰かという話題であっちゃんの名前が出ていました。まゆしー先輩曰く二人のまとっている空気感が似ているということで嬉しいななみん先輩も、え、あんな上品な方に似ていると言われて嬉しいと語っていましたよ。いやー、あっちゃんはななみん先輩と自分が似ていると思ったことはありますか？ PS、ななみホッチキスの継承おめでとうございますといただきました。ありがとうございます。ちょっと嬉しくてにやけちゃいますが、そうですね。いや嬉しい、どうしよう。でも本当に恐れ多くて、なんかちょっとね、ナナピーっていう七色レシピっていう番組内でもお話ししたんですけど、ナナミンさんは本当に私から見てすごい完璧な存在だったんです。今はなんか他のいろんなねナナミンさんも知って、完璧だけじゃない努力もあっての山下七海さんなんだなっていう風にすごく感じているんですけど、そんな嬉しい。だって空気感って真似しようと思っても真似できない部分ですもんね。ちょっとどうしよう、本当ににやけちゃう。いやでも本当なんかそんなね七海さんも上品な方になんて言うほどの私はあれじゃないんですけど、いや本当にマイシー先輩もね、ナナミンさんも素敵な先輩なので、いいなぁ。会いたいなぁ。あ、ちょっと待って、嬉しすぎて脱線しちゃった。似てるところか、似てるところ?なんだろう。あるのかな、似てるところ。だって、あんなにすごい人ですよ。ちょっと自分じゃ似てるところを見つけられないんですけど、私がこう一方的にすごくリスペクトしていて、こう吸収して学んでね、いろんなところに生かそうって思ってるので、必然的に私が似せちゃってるところはもしかしたらあるのかもしれない。でもそれは似てるとは違うんです。恥ずかしい。そんな本当に恐れ多くて。ちょっとダメだ。これ無限ループ入っちゃう。ちょっとこのぐらいにしときますね。そして、PS に書いてある、ナナミホッチキスってやつなんですけど、これは、つい最近やったナナピーで、13かな?シャープ13の七色レシピで、有料放送の方で、私が、シャープ13、すごいいろんなことをやらかしにやらかしまして、そのフォローで、ナナミンさんが、もう、ナナミちゃんにあげるよみたいな感じで、頂戴してしまいました。頂戴っていうか、私もね、使用許可をいただきました。無料で。ありがとうございます。なのでね、これから何かあった時には、ナナミホッチキスで、いい天気にしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。ということでご紹介していきましたが、本当にたくさんね、お便りを頂戴してまして、もう本当にありがとうございます。今のところね、このお休み時間は皆さんからのメールで成り立っていますので、これからもたくさんお便り送っていただけると嬉しいです。以上、ふつおたのコーナーでした。さて、本日はこの後行います新コーナーの前に、先週ランナーさんに募集をしていたコーナー名を決めていきたいと思います。普段ならね、なんでもない日おめでとうとか、今週のご機嫌ななめちゃんをお届けするんですけれども、今週はちょっとお休みで新コーナーのね名前を決めます。ということで、
早速決めていきたいんですけれども、この新コーナーというのは、私がこう好きな曲を朗読してみたり歌ったりして、みんなにねシェアハピをしていこうかなというコーナーになっています。で、ちょっとコーナー名をね、いくつか自分で考えてみたんですけど、あまりしっくりこず、自分で考えたのにね、しっくりこなくて、せっかくだから聞いてくださっているランナーさんから募集しようということで、今回ね、この経緯に至りました。もう、本当にびっくりするぐらい案をいただきまして、本当にお知恵をね、頂戴してありがとうございます。ではでは早速ね、いただいたコーナー名をご紹介していきつつ、その中から名前を決めていきたいと思います。では一つ目、ボールペンさんで7ミリフレーズ。二つ目、ケンタルさんでスヤスヤノクターン。三つ目、カイさんでナナミアンソロジー。四つ目、ミクさんでナナミの本棚。五つ目、コトブキさんで言葉のかけら。6つ目は野外左右研究家さんでナナミベルスーズ。7つ目が野菜カレーさんで厚木ナナミの読み聞かせ時間となっています。悩む。これどれもすごく気に入っていて、ちょっとね、とってもとっても悩むんですけれども、新コーナー名はランナーネームケンタルさんにいただきました、すやすやノクターンに決定です。うーい、いやー、ほんと素敵。すやすやノクターン、響きがねとっても可愛くて気に入りました私。ということで、じゃあケンタルさんからいただいたメールをご紹介していきたいと思います。あっちゃんごきげんよう。ごきげんよう。とっても幸せな気持ちになれるこのラジオ、毎週すごくすごく楽しみにして聞いています。一週間の心の疲れが癒されるようで本当に大好きです。ありがとうございます。さて、新コーナーを作るにあたってお名前を募集されるということで、僕からぜひご提案させていただきますのは、すやすやノクターンです。あっちゃんの優しい歌声で、ゆっくりと穏やかな空間で一週間を終える。そんな情景を想像して考えました。採用していただけると幸いです。あっちゃんがどんな歌を歌ってくださるのかとても楽しみです。これからもずっと応援していますといただきました。採用です。ケンタルさん、本当に素敵なお名前をありがとうございます。ちなみにノクターンっていう言葉なんですけれども、いわゆる夜奏曲というもので、あれですよね、こうピアノのなんか夜のこう情景とか、なんて言えばいいんだろう、情緒とかを表すような単語で使われますよね、ノクターン。ということで、すやすやノクターン、とっても素敵なので、そんなね、雰囲気のコーナーになるように私も頑張っていきたいと思います。改めまして皆さん、たくさんのアイディアありがとうございました。続きましては、先ほど名前が決まりました、すやすやノクターンのコーナーに参ります。こちらのコーナーは、私が選んだ曲の歌詞を一番だけとか、好きな部分を抜粋して朗読、好きな理由をお話しして、最後にワンフレーズアカペラで歌うというコーナーになっています。記念すべき第1回目はこの曲です。逆さまのガウディ。噂聞いたの、癖が強いってね。ライトブルーでも、とろけちゃいそう。あ、ちゃんとしなくちゃダメだ。恋や、義務や、秘密。ムーンライト舐めしてみないで。嘘つきみたいだ。漫画の中の美味しそうなチーズ。君は狙ってる好奇心のマウス。ふわふわしてる魅力的な引力と、追いかけごっこ、捕まらないよ。構造的に逆さまなのガウディ。バランスを今、確かめたい。もっと。二人でいたい。設計図を描いた。体と心、ふにくらになる。はーい、ということで、いやー、逆さまのガウディの2番でした。
いかがでしょうか？朗読もね、なかなかする機会がないので、ドキドキしましたが、私なりのね、解釈だったりとか、込められていたらいいな。で、なんで1番じゃなくて2番を選んだかというと、2番にはね、私のランガールズランでのイメージカラーである水色、ライトブルーだったりとか、あとは、あ、ちゃんとしなくちゃダメだっていう歌詞が曲で聞くと、あっちゃんとって、あっちゃんになってるんです。天才！私の愛称、あっちゃんになってるっていうね、隠し、なんて言うんだろう、隠し名前。隠しななみがありまして、いやー、本当に、しかもね、なんかこう、結構日常とかで、ちゃんとしなくちゃダメだって思うこと私いっぱいありまして、なんかすごくただのさんは私の心が読めるんじゃないかっていうぐらい素敵な歌詞を書いてくださったなと思ったので、よりねその私らしさが出てる2番を今回は選ばせていただきました。ではでは早速、最後にはね心を込めて歌っていこうと思うので、皆さんはリラックスして耳を傾けてくださいね。それでは聞いてください。逆さまのガウディ。漫画の中の美味しそうなチーズ。君は狙ってる好奇心のマウス。ふわふわしてる魅力的な引力と追いかけ心地つかまらないよ。構造的に逆さまなのガウディ。バランスを今確かめたい、もっと二人でいたい。設計図を描いた体と心ふにくらになる。厚木ななみのお休み時間。はい、あっという間のお時間ですがエンディングとなります。この番組では各コーナー宛てに皆様からのお便りを募集しています。普通歌は感想などお好きな内容を、何でもない日おめでとうは日常であったささやかな嬉しかったことを、今週のご機嫌ななめちゃんは日常であったもやっとしたことを募集しております。メールアドレスは atsuginanami.zzz@gmail.com atsuginanami.zzz@gmail.com に送ってください。皆さんからのお便りお待ちしております。はい、ということで、シャープ4にして初の新コーナーが登場しました。すやすやノクターン、みんなもしっくりきてるかな？本当にね、他にもご紹介してない、とっても素敵な案とかもあったんですけれども、私の心の中に刻ませていただいて、今回のね、新コーナーは、すやすやノクターンでいきたいと思います。またね、こんな曲、あっちゃんに合うんじゃないとかっていう曲があったら、教えていただけると嬉しいです。チャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは、今夜はこの辺で、お相手は、ランガールズラン、厚木ななみの、厚木ななみの違う。すごいとこ間違えちゃった。ごめんなさい。もう一回、ご挨拶をちゃんとします。それでは、今夜はこのあたりで、お相手は、ランガールズランの、笑っちゃう。なんでそんな間違い方したんだろう。ちょっと、終われないよ。お休みできない。やだ、今日。変な夢見ちゃいそう。はぁ、ちょっと深呼吸をして。よし。それでは今夜はこのあたりで、お相手はランガールズランの厚木ななみでした。それでは皆さん、良い夢を、おやすみなさい。